はい、皆さん、今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、今日はですね、Excel から発売になりましたセラムファンデーションのレビュー、それから実際に肌につけてみて時間が経ってからどうなるかっていうのを検証していきたいと思いますので、最後までご覧になってください。まだ私のチャンネルを登録していらっしゃらない方、ぜひ応援を含めてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それからチャンネル登録の、横にありますベルボタンをクリックしていただいて、私から時々来るお知らせを受け取ってください。はい、では早速やっていきたいと思います。このエクセルのセラムファンデーション、どんな効果があるファンデーションかと言いますと、素肌以上の透明感、素肌本来の質感を生かしながら透明感をプラスする極薄ベールのセラムファンデーションで、セラムファンデーションっていうのは、セラムっていうのは美容液で、それの美容液が入ったファンデーションってことですね。このね、なぜこれを買ったかって、このところに書いてあるね、もうなんていうのかしら、説明というかね、うまくね、書いてるなっていうふうに思うんだけど、光を味方につけ透明感あふれるツヤ肌にミラーボール型パウダーインって一体何なのって感じですよね。イコさんみたいになっちゃった。はい、ミラーボールの形をした、多面体パウダー、まあ球体ですか、粉体ですかね、ファンデーションっていうのはね、粉体ですよね。光を、多方面に拡散し、明るく透明感のあるツヤ肌を出してくれるということです。それからつけるたびに肌が喜ぶ美容液テクスチャー、しっとりとスキンケアをしたような保湿感が続く。すごくない？これが本当だったらすごくないですか？で、お値段はね、1800円です。まあ、Excel の金額はまあまあリーズナブルで買いやすいね、金額ですよね。はい、では あと特徴的なのがオールシーズン用ということでした。オールシーズン用ですね。で、私が買ったのは ST01 番で、ナチュラルオークルの10っていうふうに書いてありますね。どっちが品番なのかしら。ナチュラルオークル10が品番なのか、 ST01 番が品番なのかしらね。明るめの自然な肌色っていうのを買ってみました。ねえ、面白そうですね。じゃあ早速つけていきたいと思います。エクセルの下地、確かピンクとかブルーとかグリーンとか出てたと思うんですけど、それもね、一緒に買おうかなと思ってちょっとここに載せてみたんだけど、あのね、なんて言ったらいいのかな、こう載せた瞬間からちょっとやっぱり感触がサラサラっとするので、まあちょっと私みたいにちょっとペッとりしてないと落ち着かないような人には向かないかなと思ったので、今回購入しませんでした。じゃあ早速お顔の方につけていきたいと思いますが、スキンケア進んでる状態なので、あ、前髪切ったんですよ。色どうしようかなと思ったんだけど、やっぱりね、前髪切っちゃった。切ってもね、こういう風に分けられるので切っちゃいました。はい、下地は、なのでセザンヌ、こちらを使っていきたいと思います。はい、下地がつけ終わりました。そしたらこちらのエクセルのセラムファンデーションつけていきたいと思います。
すごいツヤツヤですよね。このツヤが1日続いてくれればすごいんだけど、今日これから、エステのお客様が入ってて、あのオゾンスチームとマスクをするので、このツヤが、どういう風になるかね、それがあれ心配なんだけど、ちょっとね、あのメイクして戻ってきたいと思います。はい、メイクして戻ってまいりました。いかがでしょうね。かなりツヤありますよね。この辺はね、ハイライトをつけているんだけど、この辺はもう普段通り、いつも通りのメイクしました。この辺のツヤがね、やっぱり全然違いますよね。ツヤ、ツヤ、今のところね、この辺がピカピカした感じしてね、結構いいですね。つけた感触も、ここではつけてこの、ね、表面はね、割とこうそんなにベタベタした感じではないですね。しっとりはしてますけど、これが時間がね、経ってからどういう風になるかわからないので、ちょっとね、時間を計って今が1時48分になりますので、またいろいろね、エステやったりして時間を置いてから戻ってきたいと思います。はい、今ですね、18時50分ということで、5時間近く、経過いたしましたが、いかがですかね。マスクもうエステしてたから、マスクもしてたし、オゾンスチームもかなり浴びてました。ツヤはどうかな。ツヤはね、結構この辺はもうハイライトなのであれなんだけど、一応ツヤはありますね。ただね、思ったのがカバー力ね、まあ確かにマスクなどで取れてしまうっていうのはあると思うんですけど、あのね、こういうすごくな、こうなんていうのかな、早く言えば素肌感で、悪く言えばカバー力なしっていう感じなので、結構ブラシでしっかりめにのせたんだけど、この辺 のシミとか結構下地だけしか塗ってない時と同じぐらいに出てきちゃってるので、この辺のそばかすじゃない、この辺のシミとかが見えてきちゃってるから、あんまりこの辺ってマスク関係ないからね。だからカバー力っていうのは最初塗っただけはなんとなくあるような感じがするんだけど、時間が経つとなくなっちゃうって言ったら変なのかな。ただこういうところにこう粉が溜まってきたりとか、ほうれい線がすごく目立ってしまうとか、この辺のなんていうのかな、シワが見えやすくなっちゃうっていうことはないですね。それから一番のポイントとしては乾燥ですね。乾燥はね、全然ないです。全然ない。うん、だから保湿効果は非常にあるんじゃないかな。ただその分カバー力に欠けてるように思います。私は今度29日から海外に行くので、アメリカね、そこでこうパパって簡単につけられるファンデーションとしていいかなっていうふうに思ったので、これはすごくいいと思います。ただ素肌っぽいある意味下地みたいな感じだから、カバー力はゼロ、保湿はあります。はい、でツヤ感もあります。はい、こんな感じですご参考にしていただけたらというふうに思います。はい、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラム、ツイッターやっておりますので、フォローの方よろしくお願いいたします。もちろんチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それから毎回告知させていただいてます、よりこのマンツーマンセルフメイクレッスン、ご興味がある方は動画説明欄にリンク貼ってございますのでチェックしてみてください。はい、ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またねー。